ネットカフェとトコジラミの組み合わせ、聞いただけでゾッとしませんか？この記事ではネットカフェに行く際のトコジラミ対策を紹介します。トコジラミとネットカフェの結びつきは、まさに悪魔の組み合わせと言えるでしょう。まるでハンターハンターのキメラアントと NGL のような危険な結びつきです。でも安心してください。私もネットカフェ大好き人間で、月に一度は利用していますが、一度も持ち帰っていません。この記事では、トコジラミ被害を防ぐための対策を詳しく説明するだけでなく、その背後にある問題についても考察してみたいと思います。さて、まずはじめに、なぜトコジラミとネットカフェが問題なのか、その背後にある理由を見てみましょう。まずはこちらをご覧ください。トコジラミが好む環境とネットカフェの環境がまるっきり重なります。トコジラミはホテルなどの宿泊施設が注目されていますが、ネットカフェも注意が必要です。注意不足。トコジラミの問題について、普通の人の認識はまだまだ不十分です。一般的にはトコジラミは旅行や出張と関連付けられることが多いため、ネットカフェでの被害については注意が十分ではありません。油断している状態です。この誤ったイメージにより、ネットカフェを利用する際にはトコジラミに対する警戒心が薄れ、被害に気づかないことがよくあります。家にトコジラミが発生したとしても、旅行していないのになぜ、という考えだけで終わってしまうケースがあります。暗く、黒い、見えにくい、ホテルは照明も明るく、シーツやリネンも明るい白系が多いです。反対にネットカフェは暗く、マット類も黒系がほとんどです。これだと畜生などが見れません。トコジラミが潜む場所、マットや座席シートの隙間。まず、マットや座席シートの隙間がトコジラミの隠れ家となりやすい場所です。理由はもちろん人が近く、そして隙間や溝があるためです。殺虫剤などを使わなければトコジラミは寝床などの半径 1m 以内に潜んでいることが多いです。パソコン周り、またパソコン周りも注意が必要で、キーボードやモニターの間に隙間がある場合にもトコジラミが潜んでいる可能性があります。トコジラミはテレビやパソコンなどの家電にも潜みます。足元、パソコン台の下、さらに足元、特にパソコン台の下もチェックすべき場所です。トコジラミは暗い隙間や隠れる場所を好むため、こうした場所に注意を払うことが大切です。対策3つあります。防虫スプレー。ネットカフェに行く前に防虫スプレーを持参しましょう。トコジラミに殺虫剤が効かないという情報が一人歩きしていますが、殺虫剤は普通に効きます。死ぬか死なないかの違いです。トコジラミを駆除しぬできる殺虫剤は少ないです。しかし、ほとんどの殺虫剤で忌避嫌がる、逃げる効果は期待できます。むやみに近づいてくることはありません。まずは身体にシュシュッとスプレーします。普通は皮膚が露出した部分だけだったと思いますが、トコジラミ対策の場合だと衣類にもしましょう。これを座席や周囲に散布することで、トコジラミが近づくのを防ぐことができますが、隣のブースに行ってしまう可能性もあります。コールマン、サラテクト、ミスト、ロングキープ処方で夜まで1日しっかりガード。ビニールバッグ。ビニールバッグはトコジラミから荷物を保護するのに役立ちます。ネットカフェで荷物を置く際にはビニールバッグを使用して袋ごと荷物を収納しましょう。トコジラミはツルツルした場所を登れないというのと、縫い目隙間がないので安心です。ビニールバッグ。荷物や小物をまとめる。荷物や小物は床やテーブルに放置せず、まとめるように心がけましょう。トコジラミは物の間に隠れることが好きなため、散らかった状態を避けることが重要です。タオルやハンカチ、スマホケース、財布などに隠れて、家に持ち帰ってしまう恐れもあります。ビニールバッグに入れましょう。まとめ、ネットカフェでのトコジラミ対策についてのご紹介、お読みいただきありがとうございます。トコジラミとネットカフェが組み合わさると、まさに悪魔の組み合わせであることがお伝えできたかと思います。この記事ではその最悪な理由や注意不足、トコジラミが潜む場所について議論し、対策として防虫スプレー、ビニールバッグ、荷物や小物のまとめ方について提案しました。ネットカフェでの楽しい時間を過ごすために、トコジラミ被害から身を守ることが重要です。最初にも言いましたが、私もネットカフェ大好き人間で、今
今でも月に1回は利用しています。ぜひこれらの対策を実行し、安心してネットカフェを利用できるようにしてください。また旅行や出張の際にもトコジラミに注意を払うことが大切です。安全で快適な時間を過ごすために気をつけて楽しい瞬間を過ごしましょう。